ミコアイ・ラジビウが所有していた馬面ミコアイ・クシシュトフ、ラジビウ・チャルヌイ、または、ミカロユス・ラドビラ・ヨーダシスは、リトアニアの大貴族、公、ミコアイ・ゴセイ・ラジビウと呼ばれる場合もある。ビリニュス県知事、リトアニア区内長官、リトアニア大法官、リトアニア大エトマンを歴任した。チャルヌイは、 黒を意味する衣装で、彼の黒髪を表し、同世代のいとこかつ政治的名友のミコワイ・ラジビウ、ルディットの弁別のためにつけられた。リトアニア区内長官を務めたヤン・ラジビウの長男として、ネスビジに生まれた。ミコワイは、10枚のバルバラ・ラジビウブナと、ポーランド王及び、リトアニア大公である。 ジグムント二世イアウグストとのロマンスのおかげで、絶大な政治的影響力を手に入れ、国王の助言者としての地位を獲得した。彼は、ビリニュス級中博とリトアニア大法官を兼ね、莫大な財産を築いて、当時のポーランド、リトアニアに国家内で、最も権勢を誇るマグナートであった。ラジビウ家の映画は、神聖ローマ皇帝カールゴステイ。 フェルディナント一世との外交交渉により、1547年に、世襲の帝国諸行に除せられたことでさらに高まった。ミコワイは、重慶ミコワイ・ラジュビウルディと結び、リトアニア国内に支配的な地位を確立しようと、目論で、他の有力貴族たちと敵対した。ラジュビウケは、王朝的な結束を示し、リトアニアのマグナーートたちに強い影響力を、 及ぼすようになった。チャルヌイとルディの二人のミコアイは共同してポーランドに支配されつつあったリトアニアの単独主権を守るために奔走し続けた。ポーランドとの連合体制に反対していた一方でミコアイはリトアニアとリボニア騎士団領との合併交渉の責任者でありリボニアは1562年に世俗化してリトアニア対抗国と連合した。 またミコアイ自身、ファッションや監修、言語などの面で、ポーランド文化を積極的に摂取していったことで、結果として、リトアニア貴族のポーランド化を促進することになった。ミコアイは、リトアニア国内で改革派協会に改修し、プロテスタント神徒を擁護した、最も重要な人物の一人だった。彼は1563年に発行されたポーランド。 五薬聖書の最初の完成版を印刷する際に、その資金を援助し、プロテスタントを擁護する著作の執筆に協力し、資材を投げ打って、多くの教会を建て、ビリニュスには、教会学校を設立した。プロテスタントのための教育を支援し、様々な形で、カルバン主義を根付かせていったのである。ミコアイは、ジャン・カルバンと書簡を交わし、イタリアから逃れてきた。 宗教亡命者を保護した。しかし三女アンナを除いて、彼の子供たちは全員ローマカトリックに改宗し、対抗宗教改革の熱心な支援者となった。ミコワイは、妻との間に四男四女を設けた。息子たちはいずれも養殖につき、長男ミコワイクシシュトフは、リトアニア区内長官となり、次男、イエジは、ス機キとなり、三男アルブレフトは、 長兄と同じく、リトアニア区内長官まで昇進し、四男スタニスワフも、区内長官となった。また末娘のクリスティーナは後に、ポーランドリトアニア共和国成立の立役者の、大最小となるヤン・ザモイスキと結婚した。ありがとうございます。